松田学です今回ちょっと中国のことについて取り上げようと思うんですけれども中国というより中国共産党と言った方がいいかもしれませんけれどもあの別にあの中国の悪口を言うつもりは全くないんですがまあ実際に世界に対していろんなハラスメントをしているというかですねハラスメントをする結果になっちゃってるというかまあちょっといろんな最近の素材を拾ってこの事例を見てみたいと思います。一つはですね あこれはです、ね、これ日本にとってはこのいい話なんですけれども中国が尖閣諸島ですねこの領有権を主張しているわけですでこれその領有権を唱え始めたのは1971年ぐらいなんですねでそれ以前は中国は実は尖閣諸島を日本領だと認識していたということを示す展示があの日本政府の領土主権展示館という霞が関にあるんですが その実態を詳細に理解できる展示を始めましたこれはですね中国の政府機関がこの1971年以前に発刊した公式地図とか機関紙を読み解くとこの年を境にしてですね認識を一変させた経過が浮き上がるというものでして。 で中国が尖閣の領有権を初めて公式に主張したのは1971年12月なんですね、これは60年代の後半に、東シナ海に石油資源が大量に埋蔵されているという可能性が指摘されたためと見られているのは、よく知られた事実だと思います。で、この中国の国家、絵、えーえーえー、って書いて、絵画の絵って書いてありますねで、総局、なんていうのかちょっと分かりませんが。 でこれは日本の国土地理院にあたる機関なんですがそこの直属の地図出版社が発刊した世界地図集を見るとです、ね、中国が、えーこのあれですね、地図集の60年版ではです、ねえーえー、尖閣は日本の地図を示すページに記載されていたんですねところがあの71年をまたいで72年版になると日本のページから削除されて中国のページに追加されていると。うん でまたあの60年版には尖閣の,、えー、この魚釣島って我々言ってますねでこの魚釣島の名称をそのまま出してるんですが72年版は中国政府が現在使っている長、まあ、魚島魚と釣をひっくり返して釣魚島で長魚島と中国言ってるんですがそういうふうに名称まで変更していると、まあ、いうことで、えー、まあこれは。 あなたのものは私のものと自分の都合によければあなたのものだったのは私のものになるというです、ね、よく言われている中国のあれなんですけどこれを示すもう一つのなんていうかこれは中国の報道がありまして中国メディアの報道なんですけども日本に住んでいる一部の中国人が日本の河川敷を荒らしているというんですねでこのにに日本にはです、ね、河川敷などの公式の土地公共の土地 そこに一部の中国人が作った畑がたくさんあって日本人を困らせていると闇畑ですね千葉県など首都圏を中心に非常に多く800以上もあるとも言われているということなんですね、まあ、私も知らなかったんですがでこの河川敷にどうも野菜を作っている人が多くて。 で、この中国の方ですね、で日本で働く子どもに呼び寄せられて、中国から日本に来てみたのはいいけれども、やることがなくて、野菜を作り始めた中国人だそうなんです、で農機具を持ち込んで、小屋まで作る大規模の畑もあるそうでして、公共の土地に畑を作ることは日本では違法になるので、やめるべきだと注意を、この中国のメディアを流しているそうです。 でこういった畑を作るっていうのは中国では高齢の女性に多いそうでして中国国内でも高齢者がマンションの花壇に勝手にネギを植えるとか国道の両側に誰かが畑にしているとかですね、えー、会社の土地に勝手に畑を作るっていったそういった事例は中国国内でも多いようで、まあ、中国では公共の場所やものに対する感じ方が日本人とは随分違うんじゃないかと、まあ、そういう、まあ、中国自らの指摘もあるようなんですね。 えー、そして、あなたのものは私のものということであの中国が北海道を狙っているという話記事もあります。えー、で日本はあの森林の面積,に森林面積が国土に占める割合が68.4%なんですねで。これに対して中国は国土面積が大きいんですけども森林面積の比率は23.0%かなり低いんですね。で、その中国は日本から大量の木材を輸入するようになっていると。 近年ですね木材消費量の増加を背景にして、まあ、中国国内で環境保護の観点から一部の省とか自治区で天然林の伐採を全面禁止にしたとでこうしたことを背景に日本に木材の供給作を求めていいるととうことなんですね、まあ、木材の輸出で日本が儲かればそれはいいのかもしれませんが、えー、問題はですね森林買収なんですね。で林野町によりますと えー、2019年の取得者は、えー、法人個人問わず中国が最多だったと森林の取得者ですね。えー、で最も買収されたのは北海道のニセコ町、えー、クッチアン町ランコ市町とすべてリゾート地だということで、えーまあ、北海道を中国に買われるんじゃないかと、まあ、北海道の地元の方が大変心配しているというのはよく聞く話なんですが。 ますます中国の環境が悪化すれば国内の環境が悪化すればですねこの傾向が強まっていく可能性があるかもしれませんですねそれから人権ですね人権ハラスメントということで言いますとこのウイグルの問題まあまあ一つありますねバイデン政権が7月9日に安全保障上の懸念がある外国企業のリストいわゆるエンティティリストですね これに34企業や団体を新たに指定したということを発表しましたこの34企業団体のうち14社が新疆ウイグル自治区での人権侵害を理由とした中国の会社この指定先に対するアメリカ製品や技術の輸出を禁止するとサプライチェーンから排除するということですね でこの中国企業でいうとこの14社のほかに中,中国人民解放軍を支援した5社、えー、他の制裁対象企業と取引した4社もどうリストに入れているとエンティティリストに入れているということなんですね。このウイグルの話について言いますとです、ね、これ日本は政府は何もしていませんがこれあのアメリカはこの対中国輸出だけじゃなくて新疆産の えー、原材料を使う綿製品とかトマト製品とか太陽光パネル部材を輸入禁止にしてますでこの関連で先般ユニクロの綿シャツの輸入を税関で差し止めたという事件もありましたで日本政府は人権に着目した輸出管理にいまだ乗り出していませんけれども、まあ、ユニクロの事例にもありますようにですねこの日本企業の人権問題の姿勢が欧米から厳しい目で見られてるんですね で今後、欧米企業,が企業が輸出規制をしていくことによって、まあ、中国市場を失うわけですで、そこに日本企業が輸出するとで、不当な利益だという批判が国際社会から出かねないと、しかし日本企業としては自主的に中国との取引をやめると中国側から報復を受けてしまう、これ、まあ、板挟み状態にあるわけですね、日本の企業ですね。だからここは日本政府が乗り出していってです、ね、人権を考慮した輸出管理ということをやるべきではないかという。 そういう意見も有識者から出ているという状況です。人権中国の人権,対人権ハラスメントとしてはもう一つ、まあ、有名なのは香港ですね。でこれに関連してです、ね、7月11日に中国で NHK の海外放送が夜のニュース番組でこの香港の区議会つまり地方議会ですねこの民主派議員の辞職が続出していると伝えたときに放送が遮断されました。 で中国ではです、ね、香港民主派の活動につきましてです、ね、こういったことを、えー、結構やってるんですね NHK 放送が遮断されることは常態化しています、えーまあ、あの私も中国に何回か行きましたが、まあ、ホテル行って朝テレビつけて「あ NHK やってる」と思って見てたら突然こう見えなくなることがしょっちゅうあるんですねで何かこう中国の国民に隠したいことが結構あるんでしょうね えー、で私も中国にあの、えー、信頼できる友人がいるんですけども、えー、皆さんあの人権ウイグルの人権弾圧なんてないって言ってるんですよねで多分香港のこともねあの知らされてないんじゃない,ですか,ないかなとでこれはの、まあ、中国共産党が国民に、えー、こう情報遮断をしているというのもですね、えー、こ,れこれもちょっとあの中国共産党と中国国民を一体として見,見ない方がいいんじゃないかなという気がもう しないではありませんでこの人権ハラスメント香港について今回この NHK ニュースが遮断されたこのニュースの内容っていうのはですね、まあ、香港の地方議会ですね定数479議員が479のうちの議員153人これが7月8日から9日にかけて辞職したんですね。 これは近く香港政府への中誠を宣誓しななななけれればならいないこととへの反発ではないかと言われていますで忠誠を宣誠しても不十分と見なされると議員資格を取り消されたりとかで議員報酬を返還を迫られる恐れがあるということで、まあ、香港メディアの伝えるところによりますと過去の言動などからです、ね、資格を取り消されそうな議員は200人以上に上るということらしいんですね。 えー、そしてこの、こういったの香港やウイグルの弾圧以外に中国共産党は自国の富豪たちも弾圧し始めていると、えー、このあるこのニュースではです、ね、中国の富豪が自由に稼ぐことができた時代は今、突然の終わりを迎えているようだと、えー、ちなみにです、ねえー、2021年上期中国人の富豪の資産は計160億ドル縮小したと。 えーまあ、結構大きな額ですね兆円単位のお金ですが、えーまあ、確かにこのところを見てますとです、ね、あのジ JACMA に対する弾圧とかそれから最近中国の当局は金融サービスとかインターネットプラットフォームとか、えー、このデータ関係の自国企業ですねこれに対する規制をすごく強化している、まあ、上場をこう抑制させたりとかですねで指摘されているのはこういったことをやってるって 停留にです、ね、経済に大きな影響力を持つ,持つようになった富豪の力を抑えたいという意向があるんじゃないかなということですね。ジャ,ジャック・マーナンというのはですね、えー、まあいろいろと政府に対する批判的なことも言ってたということなんですよね。えーまあ、中国政府は自国の富豪が韓国の財閥のように経済や政治に強い力を及ぼすのを防ぎたいと考えているんではないかという見方が出ています。でこれは逆に言いますとです、ね 中国に投資している世界中の投資家にを弾圧していることにもなるんですね。上場を期待して投資しているそこがですね、期待していた利益が得られなくなるということになるわけですね。中国の事業というのはすでに国際的なあのステークホルダーたちが国際社会にいるということも考えると、投資家に対するハラスメントということにもなっているわけですね。そしてもう一つですね、今度は病原体の話なんです。 えー、この武漢ウイルスと言われていますけれども、これでまた中国が世界にハラスメントを起こさないかと、えーまあ、これちょっとまだあの単なる憶測に過ぎませんが、えー、世界の研究者の間で、次なるパンデミックが近いうちに起きるのではないかという警戒心が高まっているそうなんですって、これは何かと言いますと、えー、このニパウイルスっていうのはあるんですね。 で今最も警戒すべきはコウモリコウモリ由来のウイルスだとでこのことは国連も警告していいるみたいなんですねでこのコウモリっていうのは危険なウイルスのプールだと言われてましてで新型コロナウイルスもそうですが SARS や MARS もともとの由来はコウモリだっていうのはよく知られているとおりなんですけども。 まあ狂犬病とかエボラ出血熱といった他のさまざまなウイルスの宿主でもあるんですね。でなぜコウモリがそうなのかというとコウモリっていうのは高度な免疫系を持っているとそして生態防御機能が発達しているとでそこで他の動物なら死に至らしめるような猛毒ウイルスが体内に侵入しても平気なんですね。多くののウウイルスがコウモリの体内に寄生できると いう状況になっていて、コウモリやウイルスにとって最適の最最適な環境を提供してくれている存在だそうなんです。で、そのコウモリはかつては人間と離れた場所で生息生息していたんですが、まあ、人間の方が彼らの生息地地域に侵入するにつれてですね、まあ、彼らが持つ感染症が人間の感染症に徐々になってきていると、まあ、これがアジア特に中国で起こっているということが言われているわけです。 で今回です、ね、コウモリで大騒ぎがあって飛行機の中にコウモリが立ってですね、一時、全部全員乗客がこう出て、えー、なんかあそういう事件があったこれインドだ、インドなんですね。えー、でこれ、何かというと、えー、この最も危険とされているのがニパウイルスというものなんですがこれがインドのマハラシュトラ州のコウモリから発見されたという査読,付きあ査読前の論文が学術誌に出てですね それでまあそんな話も出てる矢先にたまたま航空機の中にコウモリがいたという事件があったそうなんですがでこのニパウイルスっていうのはこのオオコウモリ体長が最大2メートルとそのオオコウモリの糞尿ががついた果実を人間が食べるると感染すすそうなんで,すでこのニパウイルスは今年の1月下旬にオランダを拠点とする医薬品アクセス財団っていうところがですね 次のパンデミックのリスクは死亡率が最大で75%とされるニパウイルスの感染爆発であるという警告を発したそうなんですで WHO もですね世界で最も危険なウイルスの一つに位置づけているということなんですねで、まあ、中国では今のところニパウイルスの感染例は報告されていませんけれどもどうもこの既存のコロナウイルスの感染力を高めてですね新型コロナウイルスを作ったのは中国だと。 こう言われてるわれけですよねでその疑いが強まっている武漢ウイルス研究所がですね昨年12月にシンガポールで開催されたニパウイルスに関する会合に出席しているということでこれはあのちょっとまた中国は変なことをやらかせしかねないんじゃないかと心配している向きが出ていると。 いうことのようです、まあ、これはちょっとどうなるかわからない話で、まあ、本当にこういうのが出たら大変なことになりますですねそしてもう一つのパラハラスメントとして原発の問題があるとでこれはどういうことかといいますとですねこの中国がもう実はもう超高齢社会の最先進国は日本ですねでそれから遅れて中国はさらに日本を上回る猛烈な超高齢社会に入っていくんです で2022年になると人口も減少に転じていくと可能性が指摘されているわけでしてそしてこの人口構造の変化っていうのはですね社会にいろんな影響を与えるのは日本でも経験していることなんですね。でその一つが日本で経験しているのは技術者不足だと言われていましてで働き手がそもそも働き手が減少していくとさまざまな業界で、まあ、高齢になった熟年労働者 からの技能伝承が難しくなっているという問題は、かねてから日本で指摘されているわけですね。で、このと、えー、りわけこれこのことが深刻な問題になるのが、これ日本でも言われていること、安全管理が何より重要なインフラ分野ですね。まあ原子力もそうです。で、日本の原子力白書ではですね、現場の技術者の高齢化が進んでおり、人材の枯渇や知識技術の継承への不安といった問題が生じていますと。 これは平成30年版で指摘されているというわけですねですから中国が同じような経過をたどっていくと中国の規模が大きいだけにです、ね、そのインパクトは絶大なものになるんじゃないかという指摘があります中国では現在ですね44基の原発が稼働してますかで2030年までに100基に増やす計画があるんですねでこの技術者が不足していきますとやっぱり懸念されるのは重大事故の発生なんですねで私はあの 前々からこの日本が原発をやめてしまって日本の技術が廃れていきますとこれから放っておいても日本が何をしようか原発脱原発をしようか何をしようか中国は沿海部にたくさんの原発を作るとでそこで事故が起こったらえこれは煽りを食うのは日本なんですねこの経済評論家の渡辺哲也さんがおっしゃってるそうですけれどもですね中国の44基の原発のうち半数以上が東シナ海南シナ海の沿岸,沿岸部に位置していますと。 そここで事故ががが起これば汚染物質が変風やや海流にに乗っってて日本にやってくるリスクがあります。で私はそういうリスクを隣の中国が抱えていることを日本が原発をやめてもこのリスクは変わらないわけですからだったらこのリスクを削減するためにも日本はちゃんと原発を稼働させて技術者を育てて,て中国に対してこの適切な技術的な指導ができるという国にならないといけないじゃないかということを前々から言ってきましたが。 やっぱりあの中国も高齢化が進んで技術者が不足しているということになってくるとですね、これ現実な問題になりそうだという指摘が出始めました。もう一つ安全管理を担う技術者が不足することで懸念が生じるインフラ設備にダムがあるんですね。で、この中国には2万機を超える世界最大のダム保有国なんですね。で、大半は 築50年近いということで老朽化によるリスクが指摘されているんですで昨年あのダムの事故がありました100年に一度といわれる豪雨があって洪水が発生して被災者7000万人経済損失3億円3兆円とでこれもやっぱり労働力人口が減少に転じたときにどこまで人材を確保できるかこのダムの補修を維持管理していくということについても不安が指摘されるようになっているということなんですね。 まあこれは中国の国内の事情でし仕方がない人口の流れですがでもこれもいろんな意味で世界にいろんなリスクを発生させる特に原発の問題はですねえまあ我々に大きな関連が出てくるだろうと思いますえそしてですねこの中国はその国としての責任というかですねえ国際社会の中で大国ですから 最大の人口を持った大国としての国際社会の振る舞いというのが問われてくると思うんです、今、いっぱいいろんなハラスメントという言葉をあえて使いましたけれども、そう受け取られても仕方がない事象が起こっている、これを中国はどうやって責任を持ってです、ね、国際社会の中で調和するかと、その中でちょっと面白い指摘がありまして、先般ですね、これは先進国かどうかということなんですね、中国がですね。 で韓国が先進国への地位変更を申請してこれアンクタッドっていう国連貿易開発会議なんですねそこに申請をしまして2021年7月にその申請が認められて中国はあ韓国韓国,です韓国は晴れてこれについてですね中国は先進国になるっていうことに関心が全然ないらしいんです。 で韓国はとにかくあの、えー、この先進国になるということを一生懸命求めてきた先進国という肩書きを求めてきたわけですねそのために積極的に働きかけてきたんですが、えー、この中国はですね先進国と認められてしまうと義務も増えると、えー、発展途上国だった時に受けていた優遇がなくなると環境保護への要求も高くなると要するにお金がかかるとそのため中国は肩書きにこだわらないことにしていると。 いう話があります、えー、まあ要するに先進国としての経済的支出がいろいろあってそれが惜しいんだと国際的な義務も回避したいんだということで、あのー、まあ中,国中国の中でのコメントとしてですね、えー、先進国という方が名前は好きではない中国に一文の得にもならないといったコメントもあるということなんですね。えー、でこれあの っていうのはこれあの中国がずっと発展途上国だと言い続けてきて日本もずっと ODA 出してきましたよねものすごい多額の ODA を出して中国のいろんな空港だとかいろんなところの拡充というかですね整備に貢献してきましたでも中国の方は全然それ知らないですねでもそれは ODA っていうのは発展途上国に出すものたちですが実質的には中国はそうじゃないんじゃないかっつってようやく ODA も終わったばかりなんですがつい最近まで ODA が出てたんですね。 だから結局自分たちは発展途上国だといえば例えば関税なんかでも特恵関税とかいろいろあったりとかですねいろんな優遇措置を享受できるとこの際ですね名より実を取るという中国人の現実的なな考え方がが反映ししていいるような感じがいたしますえこの習近平主席も中国は永遠に発展途上国の家族の一員であると述べているそうでしてえでやっぱりですねあのそうは言ってもですね これだけの世界第2位の経済大国でありですねそして富裕者がさっきちょっと言ったように少し富豪が中国共産党からいじめられているとは言ってもですよ大変な金持ちがたくさんいる国ですよねそういった国に大国の責務をやっぱり果たしてもらうようにしないといけない時代になったんじゃないかなと。 いうことでまあ、今回あの、いろいろな国際社会にとってハラスメントという受け取りの事例を紹介したんですがこれを、えー、世界に調和する中国として責任を持ってやってもらうという方向にやっぱり中国共産党も意識の転換ということをです、ねえー、求めたいなというふうに思っていろんなニュースを取り上げました。